平野氏陽よ雄太神宮寺雄太の脱退まであと3日、長瀬角主演映画の主題歌を二人の金プリが担当決定。すでに始まっている残留組のモウプッシュ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。 5月19日放送のミュージックステーションテレビ朝日系に QNG&OPS が出演。5人体制としては最後の M ステに番組は大いに盛り上がりを見せた。キンプリは5月22日で平野市要26、岸優太27、神宮寺裕太25の3人が脱退し、ジャニーズ事務所からも退場、岸の宮城退場。 高橋海人24と長瀬恋24の同ユニットに生まれ変わる。今回はトークコーナーが多めに用意されており、キンプリと付き合いの長いスノーマンだが、ちょっとした思い出話をしたり、キンプリが過去に出演したエムステを振り返ったりと、キンプリが主人公とも言える番組構成となっていました。思い出の写真を紹介する場面では、岩橋源樹も含めた6人で、 デビューを夢見てハワイで撮った写真も紹介され、ファンを喜ばせましたね。そして何より、本職である歌唱パフォーマンスは圧巻でした。女性紙ライター。デビュー曲、シンデレラガールをフルサイズで披露したほか、番組ラストには新曲、ビューティフルフラワーも初披露。最後には平野の希望でマックのタモリ77とスタジオで記念写真を撮り、5人の エムステ、派優秀の美を迎えた。全員の、どこか涙ぐんでいるようにも見えて、かつやりきった笑顔に、少年の2画面に泣いて流瀬が奇しく見て歌ってるの見て泣いてぐっとこらえている海ちゃんで泣けてジン君が相変わらずキラキラアイドルで翔君の手が震えてるありがとうでもう崩壊してる海ちゃんが一番今日ずっと静かでどこか寂しそうな表情があって。 それが見てて辛い、海ちゃん泣かずに歌えてよかった頑張ったね笑顔で歌ってくれてありがとう。と、SNS には多数のコメントが寄せられている。これからキンプリーは二人になって活動していくわけですがまず大きな仕事としては7ヶ月後の11月10日に控えている長瀬さん主演映画の法廷遊戯があります。ね。キンプリが新体制に移行してから初の映画作品ということもあり、 早くも多くのファンの注目を集めています。今後の高橋さんと長瀬さんは役者業がメインになるとも言われていますが、法廷遊戯については主題歌に期待と不安を混ぜこぜにしているファンも多いですね。全能。法廷遊戯についてファンの間では、法廷遊戯の主題歌は連会の曲かな期待してる絵まって法廷遊戯の主題歌ってもしかしてだよ。 もしかしてだけど、連会の二人体制になってからの曲五人の曲使えないし、もし主題歌キンプリだったら二人だよね。普通に無理かもしれない。主題歌キンプリになるかもだから、月読みとか M.I. スベヘイブみたいな曲がいいな。連会で歌ったら最高にかっこいいだろうなって妄想止まらん。と、二人体制になったキンプリが主題歌を歌うのでは と考える声が SNS に多く寄せられているのだ。芸能プロ関係者は話す。映画法廷遊戯の主題歌ですがファンの期待通り新請金プリが担当することが決まっていると言います。主演が長瀬さんなので順当とも言えそうですが、映画やドラマの企画は2年前以上前から動くのも珍しくないですし、前々から進めるのが常ですからね。 そして、ジャニーズ事務所としても大幅に体制が変わる金プリを改めてプッシュしていきたいということでしょう。ジャニーズは残留した長瀬さんと高橋さんに感謝しているとも言われていますね。四角長瀬、高橋ともコンサートに意欲的5月18日発売の週刊女性、シフ生活者。 は二人の残留について最初は5人全員で退場するつもりだったが事務所がドラマの仕事を入れると引き止めたと報じている。また、脱退発表があって間もない2022年11月にはお披露目と挨拶を兼ねて二人金プリのツアーが計画されていると報じたメディアもあっ長瀬と高橋もコンサート活動には意欲的で、長瀬役者業は これからもいろいろ作品に出演させていただいたり、今後演じてみたい役もありますが、やっぱり一番は歌って踊ってコンサートをしていたいですね。2022年12月28日発売のリクルート出版、ジャバン。 高橋、一人でも多くの応援してくれるファンに会うために、もっと大きいステージとか、もっと回数多く皆さんに会えればいいなと思いますね。4月9日放送の日本テレビ系、おしゃれクリップ。と、それぞれ語っている。またこれはファンの反感を買ってしまっていることではありますが5人金プリの最終日である5月22日に高橋さんはシクストーンズへの森本慎太郎さん、25。 トダブル主演ドラマ、だが情熱はある日本テレビ系で終日撮影があることが明らかになっています。シビアな話ですが事務所としてはすでに二人キンプリを本格的に動かしていくことを優先で動いているということでしょう。五人キンプリが好きだったファンからするととても残念な話ではありますが、前での芸能プロ関係者、 衝突があったと報じられている平野とは違い、現事務所社長の藤島樹林恵子氏との関係も良好だったと言われている長瀬。11月には、主演映画の主題歌となる、高橋との新曲が聴けるのだろう。近く瞳の演技に注目してます。長瀬角、すべて見透かしている瞳の超悪感弁護士演技。人生初の弁護士役となる長瀬。 ちなみに刑事役は今年ラストマン全盲の捜査官 TBSK で叶えている。いつかは検事をやるのかも